皆さんこんにちは。桜学院の元メンバーでおなじみの三好彩香さん、竹内涼真の秘密に耐えれず破局、繰り返される略奪愛の連鎖の真相、隠された借金問題といった様々な謎について紹介します。まずは三好彩香の経歴とプロフィールから紹介します。三好彩香は日本のファッションモデル、グラビアアイドル、女優、アミューズ所属、女性アイドルグループ桜学院の元メンバー、埼玉県川越市出身、シュガー&スパイスに所属。小学1年生で読者モデルとなり、小学3年生の時に原宿でスカウトされて、現在の事務所アミューズに所属、ニコプチの事務所オーディションに合格し、ニコラ2008年7月号の別冊2008年ニコプチ夏号に初登場する。2010年6月号のニコプチをもって専属モデルを卒業。2010年4月にアミューズのキッズ事業室から開校したアイドルグループ桜学院の初期メンバーとして活動開始。2010年8月18日ミスセブンティーン2010に合格し、セブンティーンの専属モデルとなる。2012年3月25日義務教育終了に伴い桜学院を卒業。映画グッモーエビアン、旅立ちの島唄15の春の演技が評価され、第67回毎日映画コンクール及び第35回横浜映画祭で新人賞を受賞。2015年10月スタートのエンジェルハートで連続ドラマ初ヒロインを務める。2017年6月30日11月号をもってセブンティーン専属モデルを卒業することを発表。8月24日パシフィコ横浜国立大ホールで開催されたセブンティーン夏の学園祭2017において卒業式が行われた。2018年4月16日発売の週刊プレイボーイ18号にて初めて男性誌の表紙関東グラビアを飾った。2019年主演作ダンスイズミーが第22回上海国際映画祭ガラ上映部門のオープニング作品に選ばれる。上映の際の舞台挨拶には三好も出席し、レッドカーペットデビューを果たした。2020年、舞台初出演として予定されていた母を逃がすが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け上演中止となる。2024年10月6日アジアコンテンツアワードグローバル OTT アワード2024でライジングスター賞を受賞した。特技はダンス、一人っ子である、視力が悪い、逃走中の大ファン。2020年8月30日の回に初参加し、ゲーム終了後に行われたお小遣いステージにも参加した。モデル仲間で仲の良い江ノ沢まなみとコンビを組む際は三代真奈と、中条あやみとコンビを組む際は三代ポーと、桜学院の同期でもある松井愛理とコンビを組む際は三代松と称する。特に江ノ沢とのコンビは2人で腕を組み合わせハートマークを作るポーズの海の親であり、ファンの間では三代真奈ポーズと称されている。同じ事務所の八木有沙とも仲が良い。2023年にプライムビデオで独占公開された映画ナックルガールに主演するにあたり、主人公蘭を演じるための役作りとして本格的な筋力トレーニングに半年を費やし、立ち回りや受け身などといったアクションシーンの練習にも尽力したという。韓国語を流暢に話せる。2020年に一部で交際が報じられた竹内涼真と三好彩香が関係を解消していたことが2024年10月26日分かった。双方の所属事務所は交際が明らかになった当時友人の一人ですと説明し、二人も交際については直接的に言及しては来なかった。複数の芸能関係者によると、交際報道後も二人は静かに愛を育んできたが、今年に入り関係にピリオドを打ったという。近年二人は映画や配信作品をはじめは大作大作への出演が相次ぎ多忙を極めており、互いに俳優として作品と仕事を優先していく決断をしたとみられる。竹内と三好は16年にバラエティ番組で共演、17年8月に横浜市内で行われたセブンティーンのイベントでは、同誌の専属モデルを卒業した三好が竹内と手をつないでランウェイを歩いた。その後20年5月に一部で反同居などと報じられて交際が発覚。翌21年には結婚が秒読み段階などと報じられていた。一方でここ1
2年の2人は俳優として階段を上り、次のフェーズに入っていた。竹内は日本テレビと配信プラットフォームフルが共同制作し、21年から4期放送と配信されたドラマ君と世界が終わる日にと、昨年公開の劇場版ファイナルに主演、25日には主演のアマゾンオリジナルドラマ最新作龍が如くが世界240の国と地域で配信スタートした。三好も23年に全世界で配信され、東京国際映画祭で特別上映された。アマゾンオリジナル映画ナックルガールに主演、韓国初の同名ウェブ漫画を原作にアマゾンスタジオが初めて日韓共同で制作した作品で世界への一歩を踏み出した。さらに俳優として勝負作ともいえる映画本心の公開も11月8日に控える。竹内は23日に都内で行われたイベントで、何か大きな壁を乗り越えた後はもう低い壁には戻れない、もう一段階上上と人生に欲が出てくると龍が如くが配信された、その先への思いを吐露。目の前の一つ作品は今準備しているものがあるので、そこでまた自分自身の記録を塗り替えることになると思うと、次回作についても言及していた。俳優業にさらに邁進していく覚悟を示した裏で、一つの出会い、愛にピリオドを打っていた。また竹内涼真さんと三好彩花さんが交際を始めたとされる時期、竹内さんはまだ吉谷彩子さんと付き合っている最中であったと報じられています。2人の出会いは2017年のドラマ陸王での共演がきっかけでしたが、その後2020年の春頃に吉谷さんとの破局が突然発表されました。その直後に三好さんとの交際が明らかになったため、世間では乗り換えではないか、略奪愛なのではといった疑惑が持ち上がったのです。また竹内さんは以前から出演者キラーと呼ばれ、共演者との交際が報じられることが多く、池田エライザさんや三好彩花さん、さらには吉谷彩子さんとの三角関係が噂されたこともありました。これに関してはフライデーなどでも取り上げられましたが、竹内さんはこのような噂を否定しています。竹内涼真さんと吉谷彩子さんの破局の裏には金銭トラブルがあったという報道もあります。竹内さんが吉谷さんに対して約100万円を借りていたものの、返済が行われないまま2人が別れてしまったとされています。活躍されている竹内さんがお金に困っているというのは考えにくいので真実ではと思われます。また吉谷さんの家族は2021年のインタビューで、娘の大切な荷物を取りに行きたくても竹内さんが部屋に入れさせてくれないといった発言もしており、この問題は当時のメディアでも大きく取り上げられました。なお10月27日俳優の竹内涼真とモデルで女優の三好彩花が約4年にわたる交際にピリオドを打っていたことが日刊スポーツによって報じられた。破局理由については多忙を極めた2人が互いに俳優として作品と仕事を優先するために別れを選んだというこの報道を受けて、ネット上には様々な声が上がった。中でも三好さんは別れて正解、元カノのこともあって付き合い始めからケチがついてたしね、竹内は前回の件もあるから真の理由は他にあるのではと竹内に対する厳しい指摘が目立った。竹内の元カノとは過去に交際報道のあった転職サイトビズリーチの CM でおなじみの女優吉谷彩子のこと。2018年ドラマ陸王の共演がきっかけで交際に発展したと報じられた竹内と吉谷、交際は順調に進み結婚秒読みとも言われていたのだが、2020年フライデーによって破局が報じられた。その際竹内が2人が同棲するマンションから吉谷を一方的に追い出したという。さらに今回破局が報じられた三好との交際期間が被っていたとされていることから、三好への乗り換え合いを成就させるために別れたとの見方も。それまで好青年というイメージが強かった竹内だけにそのギャップは大きかった。好感度を大幅に下げることに。その後竹内さんが別れを決意したのは吉谷さんによるデッド切り裂き事件で精神的に参っていたからだと週刊女性が報じました。多忙な竹内さんに苛立ち、吉谷さんがベッドカバーを切り裂いたといいます。するとフライデーが吉谷さんの両親を直撃するなど
泥仕合の様相を呈することに。竹内との破局騒動から約3年半、吉谷は今年1月、俳優の秋元龍太郎と結婚することを報告した。一方、竹内は再び破局報道、思ったより続いてたと。三好との別れに妙に納得する声も上がった。竹内のイメージ回復への道は険しそうだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。